プロデューサー、プロデュンヌの皆様、お待たせ、ティクタンと申します。今回はこのプロデュースノートへ、2月末に行われたシンデレラフェスで私が手に入れた SS レアのアイドルたちの衣装をじっくり見ようという、そういった企画です。ちなみに、手に入れた SSR の子たちは、財前時子様、三船美優さん、ライラン、サナちゃん、そしてタクミンの5人です。まあ、ゲット順にね、見ていきましょう。もうこの SS レアのね、衣装を見るのがとても楽しい。じゃあ初めはね、トキコ様の衣装をフォトスタジオでじっくり眺めましょう。はい、ということでね、トキコ様といえば女王様な姿をね、見ましょう。ふう、いや、この胸元のね、シースルー、わっうわっ、色っぽい、すごいね、この目の下の何このライン、この目の形がもうこの下げすんだ目、いいね。おお、なんか上品なバレッタがすごいね、なんかお嬢様っぽくて、 このねコサージュもピアスも、そしてこの、ね、編み上げって言えばいいんかな、それがなんかすごい女王様というか、ちょっと色っぽさというかセクシーさをね、そして、へそ出しやけどこのベルトでつないでる感じの、ムチやん、ムチ、これやろ、これこそも女王様の何、たしなみっていうか、もう必須アイテム。いや、もうこれで世の男性方はもう喜びするんやろな、みんなも好きなんやろこういうの、トキコ様にね、いろいろね、ね、そして足元カーターベルト、この何、編みタイツではないんやけど、編みソックスって言えばいいかな、それにカーターベルト、そしてスカートのね、このバラもね、いい感じで、そして足元がすごいシンプル。あ、裏から見たら、ほら見て、編み上げになってる。でもなんかシンプルなブーツってすごい女王様感あるよね、この自信に満ち溢れた表情に。赤と黒っていうのがまた色っぽいやん。じゃあオーダーでちょっと可愛くみんなに手を振っておさせてみる。あら、可愛らしい、そしてセクシー。いやー、胸元がセクシーすぎる衣装見たやろみんな、ゴージャス、そしてセクシー。いやー、アイドルの中でもね、他のアイドルの中でもひときわセクシーやと思う。他にもセクシーなアイドルっていっぱいいると思うけど、こんな、なんていうか、大人、かなりアダルトの魅力のセクシーさは時子さんならではでないでしょうか。はい、じゃあ次はみゆさん。みゆさんは新規の SS レアではなかったんやけど、フォトスタジオでね、じっくりこのルージュクチュールの衣装を見ることがなかったんでね、せっかくなんで一緒に見えましょう。ね、クールタイプの中で一人赤いドレスで、すごい高い位置のポニーテールが上品で綺麗で、コサージュも可愛くて、で衣装がね、もう真っ赤な、ね、このドレスすごいよね。この後ろにこの雫のちょっとアクセサリーもあって、バラ柄のボレロがすごく上品で、
ね、露出度がかなり控えめになっている感じで、すごい気品のある、わあ細かい、すごいバラのレースの中にパールをあしらってて、でここのね、この部分がちょっとキラキラの素材で、すごい細かい。でここに美獣があって、ここら辺にも、わあレースとかも素材とかがすごい分けてあってっていうのがすごい、おあこの何、このなんか同じ黒の黒いタイツでもさ、このちょっと薄いタイプのやつあるやん、それってすごいなんかセクシー、このちょっと肌色が透けてる感じ、なんか上品なこういうロングドレスな感じするけど、こう中開くとミニスカっていうのがいいよね。あ、足元も見て、ちょっとあんま見えにくいんやけど、美獣のあしらった赤のハイヒール、おーいいね、このスカートの中までさ、ちゃんとレースとか模様とかがさ見えるとこっていうのもあって、ちゃんとで施してあるっていうのはすごい、ほんますごい細かい、え、めっちゃ綺麗、高そう高そうっていうのも変やけど、アクセサリー変わってるね、この指輪らへん。じゃあちょっと動いてもらおう。じゃあオーダーで、手を振って、あ、いい笑顔、そして結構大きい、いいね。でこのちょっとみゆさんで試したいことがあって、ラブデスティニーの衣装が多分もうちょっとで発売されるかなと思ってるんやけど、どう頑張ってもみゆさんのこの衣装が溶け込めると思うので、私ラブデスティニーはねすごい衣装購入したいんですよ、ちえりちゃんもいるしリーナもいるしってことでね、もし購入できたらその際にはみゆさんをちょっと混ぜて、どれくらい違和感がないのかっていうのをちょっと見てみたいなって思ったりしている次第であります。はい、次はライラです。この衣装ね、はい、あ、やっぱ目の色がね、もうほんまこうすごい綺麗、ライラは SSR とかその目の色やったら関係ないけど、すごい綺麗ということでね、なんかこうなんて言えばいいんやろう、これシンドバッド的ななんかそういう世界観の衣装みたいな感じになってるよね。花がね可愛くて、あ、この後ろの見えるワンポイント、こういう細かいとこ作ってるのはデレステほんと素晴らしい。でネックレスがね、ゴージャスな感じで、あ、見て、ピアスもなかなか、あ、月と星太陽かな、へえ、左右で違うんや、細かい。でこの斜めのこのここの部分、あ、間違えた、この肩の部分、このね、なんかアクセサリーというか、これすごい綺麗で、ブルーがすごい綺麗よね、なんか夜の夜空の色みたいな感じで、そしてへそ出してね、いいね、褐色美人で綺麗やもんね。でスカートが、いや綺麗、なんかほんまにここが、この部分が夜空の星空みたいな感じでさ、色合いがすっごい綺麗なんやわ。でこの長いスカーフがあって、で足が見て、生足いいね、さすがちょっと暖かい国になるんかな、どこやったっけ、なんか3文字、ラオスじゃなくて、あれどこやったっけ、なんかいつもマカオでもなくて、あかん、出てこうへん、なんでか分かれへんけどゴディバしか出てこうへん、絶対関係ない、まあなんかそういうところのお国ということもあって、あ、足元がサンダル、ミュールになるのかな、おー、こう巻いてある感じでね、ちょっとさこの角度さやばくない、ちょっとなんかさせてみよう、お疲れ様でさせてみる、
かあんまり見えへん。もうちょっと動いてもらおう。見え こういうやつやろ、フォトスタジオってこうするやつやろ。怒らんといてな、ライラさん。なんか衣装がナターリアの SS レアと似てるというか対になってる感じなんかな。そんなん聞いたらナターリアも欲しくなってしまうよね。じゃあはこの、いや見えるやろ見えるやろ。かわいいかわいい、ライラかわいい。いいね、髪の毛もすっごいね、サラサラっていう感じで、いい、すごい綺麗。手振ってもらおう。あ、かわいい。あ、ほらほら、髪のゆらゆらしたのとか。あー、かわいい。でも一番今のが見えそうやった。ちょっともう一回やっていい？大丈夫？これ踊っとるとき。ちゃんと中に入っときや。はーい。いやー、もう一回見とこ。いや、綺麗な目の色。はい、次が、三好さなちゃんです。いや、実はさなちゃんの衣装だけちょっと見ちゃったんですよね。なんかすごい気になっててさ、あ、間違えた。なんかライブさせてる時にすごい衣装なんかどうなってるんやろって気になって見ちゃったんですよ。このプレイザゲーム、いやすごいよね。いや絶対さ、正直な話めっちゃ気合入ってると思うねんな、この衣装。まずここヘアアクセサリー、ドット、基本的にゲームがモチーフっていうことがあってね、なんか今まで見てきたアイドルの中とはちょっと違った感じ、綺麗系というよりはもうなんやろ、サイバーアイドルみたいな、そんな感じ。まずこのヘッドホンから、このヘッドマイク、髪型かわいいな。でヘアアクセサリーもこんなんで、で首のねチョーカーの部分に344-37三好さなって書いてあって、でパーカー、腕のところにコントローラーね、コントローラーみたいなこのアイテムがくっついてて、ちょっとこの上の上半身の部分がヒーロースーツっぽい感じのデザインになってるよね。ヒッピーとか経験値とかスコアとかなんか書いてある名札的な、カセットか、カセットっぽいもんがついてて、そう、個人的にここすごいと思う。これ動いてるね、ニューゲーム、ロードゲーム、すごい動いてて、でめっちゃ配線が赤白黄色の配線に、ここも配線とかすごいグワーってあって、ゲームがあって、でスカートの柄もここスタートでこうぐるーっとステージがあって、ここがネクストステージになってる。で足元もほらさ、膝に三好さなって書いてある、数字で書いてあるサポーターみたいなのにボタンっぽくなってて、まあ足元も同じやね、フードットっぽい感じ、コントローラーっぽい感じとかもあったりして、このスカートのデザインな、中がすごいショーパンになってて、華やかさの中にすっごい個性が出てて、個人的にこれはこれほんまに SS レアの中でも気合の入りをやばいなって思った。すっごいなって思った。ちょ、動いてもらおう。みんなに手を振って、わ、かわいい、いいな。ほら胸元のハートもドットになってて、で可愛いし短いし、足元がねこれいいね。いやこことかほら見て、配線のコードとかちょっと見ようよ。動いてもらうな。はほらコードとかこういうのもちゃんとさ、すっごいゆらゆらするんやって。いやすごい。
絶対こことかのさ、このコードとかの動きとかもちゃんと何すごい合わせるのというかちゃんとするのってややこしいと思うのにさ、こだわってるわ。この衣装個人的にすっごい好き。なんかアイドルらしいかって言ったらなんかちょっと秋葉原のそういうオタクアイドルみたいな、オタクアイドルというかなんかそういう感じで、キュートプリティっていう感じとはちょっと違うけどいいよね。ほんとすごい個人的に気に入ってる衣装の一つでございます。はい、お待たせしました。最後にタックミン、じゃあちょっと着替えてもらおう。この衣装じゃないんだ。君には桃色ド貼ってんの。はい、かわいいねこの衣装。まずバレッタがあってね、ピンクの桃の花かな、バレッタがあってもう可愛いしかない。髪の毛もほらなんかちょっとロールっぽくてさ、でほらノースリーブ、キャミソール系、キャミワンピ系のやつで、見てグローブ、見てこのグローブ、すごいバラ柄のレースの柄のグローブになってて、胸元からこれほらこうウエストが縛ってあって、このほら背中にもこのウエストサイドにもこんな感じ、すごい大きいリボン、花のついた大きいリボンで、黄色と濃いピンクとちょっと薄いピンクのこのね、こうたくさんのリボンって言えばいいかな。そしてスカート見て、このバラと何やらマーガレットかな、それがすっごいこう散りばめられてて、でこの下の方もなんかこの裾の辺にちょっと濃いピンクでこう縁取ってあって、さらにねさらに花柄レースがあって、でこの前のスカートの中のこのまたあの手袋とお揃いになるよね、バラ柄レースのスカートになって、黄色いフリルにバラ柄レース、いやーもう可愛いがふんだんに散りばめられてる。で足元のこのシンプルさがまたいいよね。ここのウエストですごい派手というか華やかさを彩ってるから、足元シンプルで、靴も見てレースがあしらってあって、まあ普段履くにしたらすっごい派手な靴ないけど、アイドルたちの靴にしたらなかなかに、このねほらねすっごい可愛い。いやーもうそら可愛いに決まっとうわ。こんな衣装ちょっと動いてもらおう。胸元もさすっごい可愛いなっとるからさ、手を振ってもらって、ほらあ可愛い可愛い可愛い、なんかツンデレアイドルみたいな感じで可愛いよね。このさ衣装がフェスゲンのうずきちゃんの SS レアの衣装とすっごい似てて、でこのタクミンと一緒に踊らせるとすごい兄弟感が出て、髪型も似てるからさすっごいいいよね。かわいい。はい、じゃあちょっとこの映像でっていう感じにしようかな。ちょっと踊ってるの見ながらにしようかな。はい、ということで今回はシンデレラフェスでゲットした SS レア5人のアイドルたちの衣装をじっくり見ていきました。皆さんいかがでしたでしょうか。デレステのね、SSR とかの、まあ、SSR に限らずやけど、衣装はすっごい細かくていろんなとこにこだわりがあって、こう動きもね細かく動いてて、もう見応えがすっ
恋カナリアって SSR が出るたびにこうやって見るのがすごい楽しいので、またね、またこうやって見ていけたらなと思います。もし、今まで見たことない衣装で私の持ってる SSR 何か、見たいなっていう衣装がありましたらコメント欄によろしくお願いします。何持ってるかって言われたら、ファッションタイプは、ちゃんとじっくり見たことないのがおそらくあやめ殿に、ともえに、トトキンに、シャナエさんで、キュートタイプだとうずきちゃんとかことかちゃんに、ゆかかな。クールタイプは結局全部見たことになるかなといった感じです。はい、じゃあもうそろそろ曲も終わりそうなところで、たくみんと一緒に、お別れしたいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。めっちゃ照れてる、かわいい。